圧倒的に母親が勝ちます。お父さんの側が親権を獲得できるということはもちろんあり得ます。私はもう圧倒的にこれ共同親権を認めるべきだというふうに思っています。こういうご質問ありますね。子どもの親権について質問です。ネットで調べると子どもの親権は基本的に母親が持つ場合が多い、かっこ 90% 以上と出てくるのですが、なんででしょうか。本人の希望などもあると思うのですが、そんなに極端に変わるということは法律上男親の方が不利ということでしょうか。はい、離婚に伴う親権の問題ですね。これ実は戦前のいわゆる封建的な家父長制の時代、その家父長制の時代はですね、離婚をすると元妻あるいは母親は子供をその家に置いて出ていかなきゃいけないと、非常に気の毒な事例だったんですね。で、戦後その家父長制というのが完全に廃止されまして、家族というのは夫婦の合意だけで夫婦が出来上がって、そこに子供が生まれて一つの家族ができると、こういう制度になりました。特に小さい子供の場合はもう顕著なんですが、顕著っていうのは圧倒的に母親が強いです。母親と父親が両方ともこの子供の親権が欲しいというふうに言った時は、これも圧倒的に母親が勝ちます。これも実務やっていてですね、本当に父親側から依頼を受けると気の毒で気の毒でしょうがないです。例えばですよ、よくあるんですけど、奥さんが浮気をして、で離婚したいと言い出した。で、小さい子供を連れて出て行ってしまった。残された夫側からするとですね、浮気をして出て行ってしまった、そんな母親のもとで可愛い我が子を育てられたくないと思うのは、心情的にはよくわかりますでしょ。で、そういう父親から相談を受ける。しかし、どうしてもこれ、その親権を取ることができません。非常に不思議に思われるかもしれませんけど、これは事実、小さい子供には父親と母親どっちが必要かと言われると、圧倒的に母親が必要なんだと。これ多くの子供にアンケートを取ったわけじゃないですから、私には正確なことは分かりません。ただ自分が子供の時のことを考えると、小さい時はですね、それは父親よりも母親が圧倒的に必要だったということはよく納得できるんですよ。で、小さい子には母親が絶対必要なんだ、父親よりも母親が必要なんだっていう、その根強い考え方があって、これは必ずしも間違いとは僕は思ってないんですけどね。で、それがたとえその浮気をして出て行った奥さんであっても、小さい子供との関係ではこれは母親に違いないんだと。だから小さい子供は母親の下で育った方が幸せなんだという考え方があるので、親権争った時にはですね、圧倒的に母親が強いです。唯一例外なのは、母親が子供を虐待しているということが明らかであるとき、これはそういう証拠があればですね、父親が親権を取るということができます。で、その親権が取れない、母親のもとでお子さんが育つというときに、残された父親側が一番辛いのはですね、事実上お子さんとほとんど会えない、そういうケースが多いことなんですよね。これは本当に気の毒です。父親も気の毒ですし、父親の両親、つまり小さいお子さんからすると祖父母ですね、もうそれまで可愛がっていた孫とほとんど会えないというような状況になる。これは母親側に理解があれば、定期的に1ヶ月に1回とかね、面会交流する機会が得られますけど、で、法律上は面会交流をする権利は父親にはあるんですが、面会交流の条件をきちんと定めるためにさまざまな調停が行われたり審判が行われたりするんですが、ただですね、事実上これが母親が合わせまいとすれば、これを合わせようと強制する手段がなかなかないんですよね。だから事実上は全く会えないということが続いて、父親が大変気の毒ですね。そればっかりが理由じゃないですけど、そういうこともあって父親が本来払うべき養育費を払わないというケースも多いんですよね。もちろんただ単に無責任で払わないっていう父親も多いんですけどね、合わせてくれないから払わないというその父親も結構多いと。これについては前々からいろんな議論がありまして、一つには共同親権、
日本の制度はですね、離婚したら片方を親権者として決めなきゃいけない。で、両方親権者と決めとして決めるっていう制度ではないんですよ。で、それをその、まあ、諸外国の多くは共同親権というのを認めてまして、むしろ共同親権が原則であるというところも多いんですよね。で、そのために日本もそうしたらどうなんだという議論は盛んに行われています。で、法制審議会でもつい最近そういう議論が行われていて、共同親権を真剣に検討するというそういう状況に少しずつなっているんですね。で、じゃあお前の意見はどうなんだと言われると、私はもう圧倒的にこれ共同親権を認めるべきだというふうに思っています。そうしないと父親がかわいそうだけではなくて、お子さんにとってもですね、本当は父親がすごいお子さんに対する愛情を持って接したいと思っているにもかかわらず、例えばですけど母親側がその父親について非常に悪く言ってですね、お子さんに対して父親の悪いイメージを植え付けることによって、お子さんがせっかくその父親から愛情を受ける機会を奪っているというケースも大変多いので、父親にとっても気の毒だし、お子さんにとっても気の毒、そして父親の両親つまり祖父母にとっても大変気の毒な状況があちこちで生まれてますから、そんなことにならないように、まあ、共同親権、ただしですね、例外は当然必要です。子を虐待するような父親、あるいは子を虐待するような母親との関係では、これは単独親権で全然問題ない。そういう場合は例外としてね、単独親権っていうことにすればいいんじゃないのかなというふうに思っています。裁判でその両方が親権欲しいっていう裁判の場合、はい、子どもの意見っていうのはなんかその反映されないんですか？はい、それはですね、基本的には家庭裁判所の調査官が、例えば母親の影響力があまり及ばないようなところで面接をして、お子さんの意思を確認するなどということは必ずするわけじゃないですけど、よく行われています。はい、ですからそういう時に、例えばの話、お子さんが母親と一緒にいたいとか、あるいは父親と一緒にいたいとかいうふうに言った場合は、それはある程度尊重されます。ある程度尊重されるってどういう意味かというと、まあ、調査官の報告書の中にですね、こういうふうにお子さんは言ってるけれども実は真意ではないんだとかね、さまざまなその調査の結果が記載されていますから、意思が必ず反映されるという意味ではなくて、総合的に判断して、例えば母親に経済力があるかどうかとか、お子さんを育てるには母親も働かなきゃいけないケースも多いですよね。そうすると母親が働いている時にお子さんを見てくれる環境があるかどうかとか、そういうことも様々検討した上でお子さんの立場に立って決めるということなので、お子さんの意思は重要ですけども 100% ではないということです。はい、例えばその圧倒的に母親が有利っていうその親権の争いでも、はい、お子さんがお父さんの方についていきたいって言った場合はお父さんが勝つ可能性もある。可能性はあります。それがお子さんの真意で、かつそれには当然理由があるはずですから、お父さんの方に行きたいっていうのはお母さんに愛情を得られないとかね、虐待はしてなくても非常に冷淡な人だということはありえますんで、でそういった理由があるでしょうから、うん、その理由も考慮してお父さんの側が親権を獲得できるということはもちろんありえます。はい、会うことは強制する法律がないっていうこと、はい、養育費が払われてないことに対して請求的なことってできないんですか？はい、養育費が払われていなければ、養育費っていうのは例えば朝廷でこれこれこういう養育費を払うっていうふうに決まった場合は、この朝廷調書っていうのが、まあ確定判決と同じ効果がありますんで、これでもって朝廷調書に基づいて払われていなければ、払わない父親が会社に勤めているで給料があるっていうことになれば、この給料を差し押さえすることによって払わせるっていうようなことが可能になります。で給料を差し押さえるっていう方法もありますし、預金口座は大抵元夫婦であれば分かってますから、預金を持ってるなっていうことになれば預金を差し押さえる。で預金も給料もないっていうことに なっても、例えば給料もないし預金も全部引き出されてしまってるんだけども、高級車を乗り回していて、その高級車がその元夫名義であるとなれば、この高級車を差し押さえしてお金に換えて回収することも可能になります。ただもちろんその強制執行にはね、弁護士に頼むなどのことが必要になりますけれども、しかしそういう手段はあります。
チャンネル登録、高評価していただけると励みになります。